皆さんおはようございます。下町ぶっ飛びチャンネルです。今日はですね、千葉県野田市又八池にやってまいりました。今現在朝8時ですけど、あったかいっすね。うわー、俺の好きな、むちゃくちゃ好きなロケーションですね、これは。ここで今日はハゼファクトリーのハゼさんと釣りをするということで、ここでバス釣りに挑んでみたいと思います。押す。さあ、全く初めての場所なんで、ちょっと根がかりが怖いですけど、まあしょうがない。根がかったら、根がかっただ。なるべくちょっと。いやでも、奴らの情報が一番硬いですからね。多分毎日来てますね。ですよね。あの見えないですね。今、ミスターツトムが、せこいですが釣ったようです。どのバスね。このバスはやばいっすよ。レアっすか。40センチのバス釣ったと同じ評価で。おお、やるな、ダーマス。これワームは、あの餌のされない人の磯目ワームって、一応ワームです。これパワー磯目です。パワー磯目と海釣りの、しかもこれは昨日自分の友達のあの釣り道具に入ってたやつですね。はい。ギャングスターです。ギャングスターと思う。来年また春。釣りに行きますわ。チビでもいいから。ダムさん、当たりは何回かあったですか。当たりましたね。結構ある？3回ぐらい当たって、あれ行くか3回目。あっちでしょ？あっちでしょ？ここでボッコンボッコン釣れたらもうめちゃめちゃ面白いですけどね。ノリアの排水路の時と2回目ですね。ダーマさんのことすごいと思ったの。ノリアの排水路ってどこ、ああ、この間どこですか。結構ダーマさん一撃あるんですよね。ありますよね。はい、ハチくんの時も40アップ釣りましたし、あのスピニングなのにベイトっぽく、そうですね、打ちたいとこ打てるじゃないですか。これはハゼさんのリールです。めっちゃかっけー。むちゃくちゃいいっすよね。新井くん、新井くん。よし、じゃあ行ってみましょう。はい、どうも。ダマさん、はい、ここは小海川ですか。小海川です。ちょっとじゃあ川の説明をお願いします。はい、あそこの橋のちょっと下流の
水きれいな時だったら杭が見えるんですよ、コツ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 って、はい、あって、そこから、まあ、そこにはちょっとテトラポコポコってちょっとあるんですよ、はい、でもダマさん、はい、ここにいられる親父さんの情報によると、はい、あそこにバスランプというのが、はい、あれが光るとバスが釣れるぞと、ね、親父さん、だからあれが消えてるときは釣れないっていう証拠だ。あの親父さんはそうやって言ってたけど、そのバスランプの存在を知ってたんでしょうね。まあ夜あれは暗くなるまでやってるから。いやあれはいつつくかわからないんですよ、だから。日没ギリギリだよ。日没ギリギリですか。でもしかしたら10分後にもう一回着いたらその時は釣れるってことなんですよ。ね、親父さん。ほら。暗くなると見てもつかない。一瞬のやつだから。ああ。あ、バスが釣れる時に光るんじゃないんですか。違う。あ、違うんですか。うん、これ日没の時間が、はい、これ今と真冬と違うじゃん、はい、うん、暗くなるとあれつくじゃん、だから着いた時にちょうど釣れるの。おやじさん、これ YouTube 撮ってるんですけど出したら大丈夫ですか。別に構わないけど悔いがあると、はい、そして今日はカン君も光ります。なるほど。で、川の説明は以上ですね。はい、以上ですね。ありがとうございました。あれですよね、ここはあの伝説の高坊くんですらデコったことがないと行きの車で言ってましたが、はい、だから誰でも釣れるぞと。釣れる確率があると思います。高坊くんよくデコられるんですか。いや、そんなことないですね。ただ高坊くんはあの6年釣れなかったっていう経歴の持ち主のそのやってなかったじゃなくて、そいや、毎週やってたらしいです。でもあれでしょ、ダムさん、はい、その高坊くんがここではデコったことがないと、そう言いたいわけですか。そう言いたい。ってことは誰でも釣れるぞと。高坊くんをバカにしてるってことですか。そう言いたいわけですか。ダムさん、そうなっちゃうのかな。誰でも釣れると。いやー、ダムさん、ここは一応あれですか、使わない方がいいですか。なんかこの場面は。はい、わかりました。ダムさん、リグの説明をお願いします。最初はこの上の部分を取っちゃって、はい、グラブのダウンショットでやって、はい、それでも当たんなかったらちょっと見せて、あ、こういう形ですね、うん、でこれを取ると、うん、これ取ってそれで当たんなかったらこっちの部分を3分割ぐらいにして、ここの減らすと、減らしてやって、ダウンストークもダウンショットでやって。針は何番、マス針ですか。うん、マス針で、マスビート、はい、でありますね。ダマさんのブラグはちょっと、でその鼻に、鼻はそれ何センチ、何の鼻のブラグと鼻が長い人、鼻にオフセットフックが入ってどれどれ、ないですよね。ちょっとオフセットフック見せてもらいましょうか。マス針か。マスビーですね、マスビーシェードがここは調子コックですとミスターツトムの大好きな小貝川。かかってる。早い。早い。マジで？あ、丸だ。丸でも釣れた。何つけたんですか？グラブ。よ、でか。でか。さあ、ここでミスターツトムがギルですが、はい、その実力を。10秒ほどで見せるってことですさすが、さすが。流れが左、左が下流、左が上流苦手なんだよな、この釣り。え、ダムさん、ギルのことを丸って言うんですか。自分は丸。なんで丸いか。もうもろ鼻釣りですね。テレビに当てる。まだ今日は暖かいから深い方やなくてもいいかな。だってさっきは遠投するって言ってたよ。深い方に戻ってなってる。
これで当たんなかったら炎上。ああ、モードチェックか。うわ、釣れる気がせん。ギルか。あ、食った。すごい、すごいね。巻かれっか。おー、いいじゃん、光龍くん。テトラの奥っす。何つけてんの。センコっす。イエッサーイ。ウェイ、うっしゃー、イエー、早い早い。ヤマセンコ、このやっぱりね、無敵のヤマセンコ、このカラス。本当はこういうとこ苦手なんですけど。さすがに。よっしゃー。おお、自分も今出ました、30ぐらいの。早かったですね。はい、ありがとうございます。いいですか、これ映しちゃって。あ、うん、おー、綺麗ですね。今日5本目ですね。そうですね。さすがっす、ありがとうございます。バラシ入れたら 7,、はい、7つぐらいいってんのかな。あー、じゃあここ暑いんですね、やっぱり。いや、今日はですね。あ、そうなんですか。前回来た時、ノーバイトですよ。あ、そういう、ブレがあるんですね。ブレ半端ないです。今日暖かいのがいいんですかね。あー、なるほど、うん、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おお、沖から。あ？36で。おお、沖でしたよね、今見てたんですけど。やりました。タヌキの。タヌキっすか。あ、ラージっすね、しかも。うん、ネイル入れて、はい、ドリフトっす。あ、ボトム取りながら、うん、やべえ。奥も今釣れてませんでした。ね、釣れました。おお、地合いですかね。やっぱ地合いっぽいですね。すげえ、うまい。やった、3つ目。よし、あの距離から引っ張ってくるのは気持ちいいですね。うわ、いいな。さあ、カン君がついにスモール童貞を卒業したようです。リクペンチマス、どんな当たりでした。なんかおって、ようやくようやくの当たりでしたね。あ、手応えは感じたんですね。はいはい、ということで、ここは小海川の何でしたっけ、ダマさん。稲橋。稲橋、はい、はい、ということで、ここは小海川の稲橋、みんな連れて、まあ、景色もこんな感じでむちゃくちゃ良かったっすね。ダマさん、バスはここではゼロです。不発とまあ一箇所目でね、一本釣ってますから。今日みんな釣れたということで、みんな釣れたからよしね。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また。